残り時間が少なくなってきましたので、そろそろ締めてお知らせコーナーに行こうかと思うんです。はい、終わりですか？そろそろすいません、時間がね一枠45分と短いもので。そうですね、明日もあるので。そうなんですよ、ちょっとね、はい、見てもらいたいものがあるんだけど、見てもらいたいものと、まあ、どっちかというとこっちに見てもらいたいんだよね。プロデューサー様に見てもらいたくて。え、俺に？うん、ちょっとなんかデジャブ感のある流れですが。いや、そう、この間ねニコニコ党会議で、はい、なんかダイブキックっていう格闘芸やってたと思うんだけど。ありました、ありました、はい、吉田さんもやってましたよね。それ見てちょっとまあまあ、うん、はい、うん、はい、ちょっとインスピレーション受けちゃってあそこから何の勝手にスピンオフを作ってきたから、ちょっと見てもらおうかな。おう、はあ、じゃあ 見ますわ、はい、じゃあすいません、動画の方お願いします。よいしょ、ちょっと待って。なんだ、アルティメットファイトって書いてますけど、とりあえずモーションスタッフ引っ捕まえて2ヶ月ぐらいでテスト版作ってきたんで。キャラクターセレクト、アホなの？え、何か、まあ、とりあえずこんだけキャラクターが、まあ、おなじみですね。いいだ、まさかこれで蒼天のイシガルドのスケジュール伸びたんじゃないだろうな。そんなわけないじゃないですか、ちゃんとやってます。ん、これはどういうことですか？カットシーン、これキャラ入場ですね。はいはいはい、あ、喋った。よし、やっちゃるかセルフ付きですね。CPU がリビアなんで、これ今リビアの入場ですね。あは、CPU は？この場で死ぬか、耐え難い恥ずかしめを受けて、どういうことでしょう？どちらがいいかしらね。懐かしいセリフ。いかがでしょう？いかがでしょうか？まあ、ちょっとまあ、テストプレイの動画なんですけどね。リビアの総流客入りましたね。淡々と解説する感じですね。リダーが連撃で聖剣好きキャンセルからの総称ですねで、グレンの構えキャンセルしのファイナルヘブンと、まあ、今リミットブレイク。おーでいいのかちょっと悩みますけどまあ1本目リダーが取ります。なんだ、恐るべき完成度ですねあ、はい、2本目、まあ、はい、日本選手なんで2本目です、はい。でサマーソルトでかかと落とし入ってアグレイヤーバイトからの無人旋風さんですねで、イーダーが関係からの鉄山攻撃ですね。あ、今度リビアの方のリミットブレイクです。おお、アグレイヤークライムからの炎獣進化劇、これあそこで戦う時も使ってくる技です。あ、なるほどなるほど、はい、あれ、あ、まあ、空高く上がっちゃった、随分上がりましたね。あらー、またましましこれちょっとリミットブレイクのバランスクソ系すぎないかいやいやいや、そんなことないよ。ラストエンゲージ、で、イダのファイナルレベルを、リビアが今ハイパーカウンターって技で返しました。あ、燃えちゃってますね。で、ラセツで近づきました。これデルタトランスって技で返します。お、あ、これレベル3のリミットブレイクです。来た。お、リビアがリミットブレイクカウンターで返します。あ、これも必殺技ってやつです。はい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 、はい、あ、いっぱい来た。おお、
八代さんいつものいつものやつ、いつものやつで。でパボリモが英語攻撃。これサンクレットは？サンクレットはあの二人のヘイトを取ってるんですよ。なるほどなるほど。あ、攻撃が来ないようにね。発生させない。発生させないよ。これひどいな。でウリエンジンです。すごい大物感あふれるウリエンジン。あれ今必死にヘイト取ってますからね。いや取れてなくないかこれ。まあ取り切れてなくて、まあ、逃げるんですけど。おっ、まあ一応技らしくメメテオですね。まあ、ちゃんと仕事しますから。すごいすごい。ちゃんと仕事しますから。はい、襲撃撃って。おお。でチョコボったところに攻撃と。すごい。暁全員で KO ってこと。あ、まあこんな感じです。暁の皆さん、はい、やりたい放題です、まあ、ウリエンジはしっかりメモるっていう。あ、大事な仕事ですね。大事な仕事です、ね、記録記録、これでイラの勝利ですね。あ、これでステージ1個クリア。なるほど、はい、なるほどなるほど、ありがとうございました。てな感じなんだけど、これいや吉田さんいかがでした？いかがでしたでいいのかでもちょっと分かんないですけど、皆さん会場の皆さんと一緒に見てましたけど、うん、バランスクソだろこれ。そんなことはない。あら手厳しい、うん、リミットブレイク系じゃないけどバトルよりだってアルティメット KO のリミットブレイクレベル3の方が長かった。あ、ちょっと頑張っちゃった。いやいや、これ何、うん、これごめんなさい、よく分からなかったんですけど、はいはい、なんて聞いたらいいか分かんないですか。あれ要は実機で動いてる状態のもの。あ、そうです、それを動画で撮ってきた。なるほど。で、あれをどうしたいの。あのとね、まあちょっとここから相談なんだけど、うん、7ヶ月6000万どう。え、開発期間が7ヶ月で予算6000万どう。ないな。ないな。高いわ。ちょ頑張ったんだけど。3000万ぐらいかな。3000万だって絶対バランス取れないよ。一発ネタにしかなってない。やっぱり3人の龍さんが旅するロープレの方が良かった。そっちの方が良かった。良かった。素早い。素早い。素早い方。うん、あ、良かった。そう、3人の龍さんが選択失敗した。旅する外伝の RPG の方がいいな、俺。失敗したわ、うん、次そっちで行こう。あ、じゃあちょっと頑張ってくるね。うん、うん、そうしよう。